ニュースでは最近は報道されなくなったけど、思ったよりもまだ被害が残っていて、助けてそのひどいとこは本当に忘れないとき、本当に大変なんです。皆様ごきげんよう、高松奈々です。私は先日石川県の能登に行ってまいりました。被災地で住民の方が対話する集会があると聞きまして、そこにですね、ボランティアとして行きました。どんなことが話されていたのか皆様にご紹介したいと思います。この会はもともとですね、石川県の方で復興のこうプランをですね、有識者の方が考えていたんですけども、これは住民の方を意見聞かないってどうなんだ、まあ、そのような声があってですね、各地でですね、石川県の方がですね、被災地でも回っていろんな方の声を聞く会っていうのをやっているということで、語り場という NPO がですね、この会を主催しているんですけども、その方がですね、ボランティアにぜひ来てください。ファシリテーター、議事録する人足りてませんというようなことをおっしゃっていたので、参加させていただきました。まず被災地の方がですね、どんな苦労されているのかというお話がなされていました。復興の優先順位を感じて、私がないがしろにされてるんじゃないかと、感じてしまって、そういうことが悲しいとおっしゃっている方。固定電話まだつながらないから、鈴の方の実家にですね、両親が無事かどうかっていうのを車で確認しに行くのが大変だというような方。水がまだ復旧してない地域がある。だから大変だというようなお話がありました。そしてパネルディスカッションが行われましてですね、県の復興計画の有識者の方、そして県の職員の方の登壇されたんですけども、ここでの話っていうのは非常に驚かされました。何に驚いたかというとですね、何に選択するか、何に集中するかということをお話しされていたんですね。それはですね、東北でもですね、若者が今流出してしまっているというようなことがあるということで、震災前に元に戻すってことも大事かもしれないけども、新しいことを作るってことが大事じゃないかと。例えばインフラに巨額な投資をするということをしすぎて、子育てにお金が使えないのでは意味がないのではないか。お金の使い道を考えることが大事だというようなお話がありました。能登の人口がですね、この震災でですね、人口減少が加速していくというふうに言われています。1万5000人がですね、7000人まで減るんじゃないかというふうに言われているということです。で、7000人以下になると学習塾とか病院とか銀行が潰れてしまうというふうに言われているそうです。だから行政として何を残すのかっていう話をしていくっていうことがすごくセンシティブだと。例えば水道管を今までのように引くと維持するのにお金がかかる。だから、こう、井戸水とかを利用すればいいんじゃないかということとか、あとはですね、水を循環できるような、そういうような最先端の機器を一部には導入すればいいんじゃないかということとか、水は飲めない国、欧米諸国にもある。だから日本の水もそうするべきじゃないかというような議論。でもこういうのを県がしていくと炎上してしまう。だから住民のみんなが主体的に考えることが必要じゃないかというような議論が、上がりました。あとはですね、東京でも人口が毎年ですね、40万人ほど流出しているので、そういうふるさとがない人たちにですね、子育てしやすい街ですよということをですね、アピールしていくってことも大事かもしれない。そんな話が出ました。その後にですね、県が作った復興の案に対してですね、グループごとに分かれてですね、テーマごとにですね、議論しました。例えば、補助金が現状復帰のために使われるものが多いから、新しいことをしにくいとか、ノストをですね、稼げる土地にしたいと。事務仕事が多いからアウトソーシングできるように、まあ、AI とかができる人たちにたくさん来てほしい。あとはですね、観光の政策を考えた方がいいんじゃないかと。外国人観光客の人がもっと来れるように、英語表記を増やすとか、富裕層の人をターゲットにするとか、まあ、そういう新しいことが必要じゃないか、というようなこと。あとはボランティアの人とですね、観光して応援したい人もいるけども、どこに行けるのか、どういう状況なのかわかんないから、もう少しそういうのをですね、リストにしてまとめた方がいいんじゃないか。そのようなことが共有されました。今ですね、能登では応援したいというような人、そして補助金、寄付など、たくさんの人の思いが集まっています。だからこそ、今じゃあそれを私がやるんだ、俺がやるんだと、立ち上がる人っていうのが必要じゃないかというようなことがですね、言われまして、私は実は起業したいんですとかって言って、その場でわーって拍手が起きるとか、まあ、そのような感動的なですね、場面も、ありました。今本当に人が足りてないそうで、ボランティアにたくさん来てほしいということをお話しされる方もいました。ぜひ皆さんですね、ボランティア、石川県庁の方でですね、募集しているので、そこでですね、登録していただければと思いますし、金沢とかですね、観光できますので、ぜひ石川にですね、訪れて、お金を落としていただくといいんじゃないかなと、通販とかでもね、応援できるサイトいっぱいあるので、そういうところですね、アクセスしてみていただけるといいかなと思います。そして、ご参加された住民の方にですね、終わった後にですね、参加された感想も聞きましたので、そちらをですね、ぜひ聞いていただければと思います。
能登未来トークを運営しています。任天堂ピュア法人語り場代表の今村です。今石川県の復旧復興アドバイザリーボードの委員を務めさせていただいている関係で今回の企画を運営させていただいております。今日はどうしてこうやって住民の方と対話するっていうことを主催されたんですか？県庁の方でこのアドバイザリーボードを含めてその復興プランを作っていく会議を開催されたんですけれども、その第1回目の会議の時に、やっぱりその被災エリアでちゃんとそこで生活されている方々の意見を聞きながらやらないとどうしてもその思いとズレが出るんじゃないかということ、また自分と関係ない金沢で復興プランを作っていくということに住民の方々が納得持てるのかということ、それらはちょっと大変不安に思いまして、こういう場が必要だということを提案させていただきました。そしたら県の方々ももともとそういう場が必要だと思っていたということだったので、じゃあこちらの方で動くのでやりましょうということで企画させてもらいました。今日の手応えはいかがですか？今日本当に皆さん能登町の現場はですね、非常に前向きに自分たちが何ができるんだろうという観点での意見もすごくたくさん交わされていて、行政になんかこんなことやってくれっていうこの行政に対する意見だけではなくて、自分もプランとしてマイプロジェクトとして何やっていこうってことがすごく交わされていたので素晴らしいなと思って手応えを感じました。今日はどんなことがお話されたんですか？今日いろんなことが会話されてたんですけれども、この会場のみならずまず一番多く出てくるのが子どもたちの遊びの場や居場所をどうしていくのかという観点と、もう一つは経済を地域でちゃんと回していくにはどうしたらいいのかという観点、あとはそのエネルギーを地域の中で自給足していくにはどうしたらいいのかという、この3点がよく話題になっているように感じました。能登町に住んでます松村ゆずきです。年は18歳、浪人生で自宅で勉強してます。参加されてどうですか？なんか新しいこう発見があったなと思いますね。やっぱ自分とはこう考え方が違う人もいっぱいいるし、見方がいっぱい違う人もいっぱいいるし、都会からこう移住してきた人たちの考え方とか、なんか能登にはない考え方があって面白いなと思いました。もうすぐ能登町に在住してます。東京から8年ほど前に移住しました。農家民宿バイサオっていう宿をやっている山城と言います。今現状は、その1月1日から少しは復旧しましたけど、でもここ1ヶ月ぐらいは全然、状況が変わってないと思います。今やっぱり問題はボランティアさんがやっぱり全然入ってこれない状態が続いていると思っていて、泊まるところがないのは当然なんですけども、少しずつ、泊まるところも改善してきているので、ぜひボラバス乗るのが一番手っ取り早いんですけども、ボラバスも1日受け入れできるのは80人ぐらいって言ったかな、それぐらいしかできないので、できれば自力で車で来てもらったりとかもいいと思いますし、来てもらって、瓦礫の撤去だったりとか、大事なものを取り出したりとか、あとは建物じゃなくて、農業の手伝いとか、そういうのもちょっと今人手が、ずっとその3ヶ月4ヶ月何もできなかった部分があるので、お手伝いしていただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。東京都から地域未来留学を利用して能登高校にいます。高校2年生の二宮さえです。なんかいろんな人が優しくしてくれて、なんかもともとそのクラス替えがないところで友達ができるかなって心配してたんですけど、いろんな人が声かけてくれてとても優しくのが印象的です。能登未来トーク参加されてどうでしたか？なんか能登についてなんかたくさん知れたような気がして、なんかあんまりその知らない大人の人と喋る機会はないんですけど、たくさんいろんなことが喋れて楽しかったです。東京にいる人とか被災地の状況あまり知らない人に何かお伝えしたいこととかありますか？能登はニュースでは最近は報道されなくなったけど、思ったよりもまだ被害が残っていて、まだ被災されている方もいるので、もっとたくさん能登について知ってほしいなと思います。せっかくのねこの集まりだったんだから、これをこの1回きりで終わらせたらダメだと思う。これだけやる気のある人たちがいるんだから、最初やっぱりちっちゃいことからまずできることから
一つ一つしてってよく話し合いながらそれで自分たちの本当の希望の地域にしていく、すごい安心できる魅力のある場所にしたら私はどん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 集まってくると思う。住民の間で話すことがすごい大事だと思うんですよ。いろんなことを能登の今、まあ、僕の住んでる町の地区でもやりたいし、僕はホームグラウンド輪島なんでいろんな人とのつながりができて、まあ、これからいっぱい話し合わなきゃいけないことが出てくると思うので、今日参加されてどうですか。今日は、まあ、ちょっとまだなんか方向性が出たりとかっていうのはないと思うんですけど、話ができただけですごいいろんな人の顔を見れて話ができたりとか今の能登の状況とか被災の状況って東京にいるとあんまり入ってこないんですけど、どういうことどうでしょう。ですよ、ね、この前あの見附島 の、 あの法隆から春日野っていうとこ、地震でもほとんどの家が潰れてるところもあって、そこに津波が来たから本当に全滅って感じで場所、ね、どうそうでもないところとすごい分かれてますね。差が大きいですね。ひどいところは本当にもう今3ヶ月経っても全然手つかずでそのまんまなの、うん、だから復旧どころか復興までは大変だし、私たち動けるものがとにかく動かなきゃと思ってもう仕事も再開してるけど、大変なところは家もね、それから仕事場もなくしたら復興しようがないんですよね、うん、だからあの本当に大変なところ、輪島も珠洲もまだ水来てないんですよ。 80% ぐらい珠洲もう3ヶ月も水が来てない生活、それで町が全滅でね、床屋さん1軒がこう電気がついてて、あと夕方行ったらどこも電気がついてないの、なんかね廃墟みたいなの、うん、そういうところがねやっぱりそのまま残ってるの、全然1日から何にも変わってない。だから地元 の、 その自治体だけにだけではもうあの仕事がもうオーバーになってるから、もうちょっと行動力のあるあの助けがないと大変なところはすごく時間がかかっちゃう。東京とかからもっと何回も来てほしい。そうです、もっと行動力のある方、うん、やっぱり助けてほしい。そのひどいとこは本当に忘れないでほしい。本当に大変なんです。この番組は皆様のサポートによって支えられています。交通費、ファクトチェック、リサーチなどにお金がかかっています。スーパーサンクスやマンスリーサポートでご支援をお願いします。企業の SDGs、 自治体の取り組みなどの PR 案件をお待ちしております。詳細は概要欄まで。チャンネル登録、高評価お願いします。それではまた、ごきげんよう。